レックス・オレンジ・カウンティは、イギリス出身のシンガーソングライター、インディ・ポップ・ミュージシャン。これまでに、バコース、ユー・ウィル・ネバー、ビー・フリー、アプリコット・プリンセス、ポニーの3枚のアルバムをリリースしている。レックス・オレンジ・カウンティが通った、ブリッド・スクール・レックス・オレンジ・カウンティこと、アレクサンダー・オコナーは、イングランド・ハンプシャーのグレーショットで生まれ育つ。 オコナーは幼い頃から音楽に携わり、5歳の時から母親が働いていた学校の聖歌隊に所属していた。彼はドラマーになり、後にピアノを独学で学ぶ。16歳でギターを手に入れ、ロジックを使って自分の音楽を制作し始めた。オコナーはクイーン、アバ、スティービー・ワンダー、ウィーザーやグリーンデーといった、 アメリカのポップアーティストの曲を好んで聴いていた。16歳からブリッドスクールに通いドラムとパーカッションを学んだ。同じ学年に4人しかドラマーがいなかったため学校では他の人の様々なプロジェクトに幅広く触れることができよい経験になった。この在学中に自身の音楽制作を開始している。 レックス・オレンジ・カウンティという名前は、苗字のコーナーにちなんで教師が付けた、ニックネーム、ザ・オークルに基づいて付けられた。2016年、レックス・オレンジ・カウンティは、サウンドクラウドで、最初のスタジオアルバム、バコース、You Will Never Be Free を自主リリースする。この作品が、ミュージシャンのツーインチパンチの目に留まり、一緒に楽曲を制作するようになる。二人は、ウノ。 ベストフレンド、サンフラワー、アンタイトルドを制作した手続きにシングルを発表する。これらのシングル群はタイラーザ・クリエイターの目に留まり、タイラーのアルバム制作のためにレックス・オレンジ・カウンティはロサンゼルスに招聘された。2017年には2作目のアルバム、アプリコット・プリンセスを自主リリースする。このリリースから3ヶ月後、レックス・オレンジ・カウンティはタイラーザ・クリエイターのアルバム、 フラワーボーイにフィーチャーされ、楽曲、ボーダムとフォーワードにソングライティングと、ボーカルで参加した。2017年はこの他にシングル、エディションと、オランダ人アーティストのベニーシングスとのコラボレーション楽曲、ラビング・イズ・イージーがリリースされた。2018年1月、レックス・オレンジ・カウンティは BBC がその年の期待の新人を発表する、サウンド・オブ・2018で、 第2位に選ばれる。4月16日、テレビデビューとなる、ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロンに出演し、ラビング・イズ・イージーを披露した。5月31日、ランディ・ニューマンと共演し、ユーブ・ガッタ・フレンド・イン・メのカバーをリリースする。ポニー制作中のレックス・オレンジ・カウンティー2019年2月14日、シングル、ニューハウスを自主リリースする。この後、レックス・オレンジ・カウンティは、 メジャーレーベルのソニーミュージックと契約する。9月から10月にかけて、ニューアルバムのリードシングル、10、10、プルートプロジェクター、フェイス2フェイスを立て続けにリリースする。10月25日、メジャーデビューとなる3作目のアルバム、ポニーがリリースされ、全米3位、全英5位を記録する。アルバムは評論家からおおむね高い評価を受け、DIY 誌のエリー・ワトソンは、 心が痛むと同時に希望に満ちていると評した。アメリカンソングライターのルーク・レビンソンは、前作以上に宣伝された彼のユニークで、ポップなプロソディとプロダクションのスキルは、キャッチーなポップミュージックの重厚さと、成長しつつある、インディーサブジャンルの創意工夫をもって、彼のサウンドが新たな創造的な高みへと、進歩し続けることを予言している。と評価した。 音楽メディアが発表する年間ベストアルバムのランキングではクラッシュが33位に、コンプレックスが37位に、NME が48位に選出した。ありがとうございます。